フレンズデイのオファー？はい、あけぼのテレビで毎年行われるチャリティーを目的としたあの24時間番組です。合宿って今から24時間？テーマは愛か。どうせなら喜んでもらいたいよな。喜んでもらうって難しいけどさ。好きなんでしょ音楽。好きです。ソロもいいけど、やっぱり3人で歌いたいね。さて、まずは見せしめを決めよう。花巻さん、なんか変じゃないか。俺と紬を噂させようとする奴がいる。俺の都合で振り回してごめん。紬さん、つくもめ。あの人は権力で業界を牛耳ろうとしてる。あなたたちが困ることしか話さないから。教えてやるよ、お前と俺とどちらが正しいか。俺はもう二度と真剣に歌わない。決まりだね。生贄はトリガーだ。僕らの潔白は僕らが証明する。下岡さんが意図的にスキャンダルを匂わせた。俺たちどうしたらいいのかな。彼らはサウンドシップをドタキャンしてる。一度なら不慮の事態、二度あったら。トリガーと会ってないわよね。ずっと連絡がつかなくて会場にも入ってないの。3番、俺の言うこと聞けよ。ビンガ、ずっと騙してたのか。離せ。急いでください、1時間を切っています。